それでは、ご紹介に預かりました、最上俊文と申します。放送株式会社ライフサイエンス研究所、バイオマテリアルグループというグループで、グループリーダーを配しております。経歴ですけれども、2008年に、東京大学大学院、総合文化研究科生命環境科学系というところを修了し、博士号取得後ですね、同年、東総に入社しました。2010年から、同社のライフサイエンス研究所に、所属し、2016年からは、米国の東総 USA、という会社に出向いたしまして、6年間、外部技術導入活動に、従事しておりました。2022年、一昨年、途中に闘争の、前職であったライフサイエンス研究所に、戻りまして、2023年より現職に就いております。研究対象としては、バイオプロセスの上流工程の、製品開発でございます。個人的には、米国での外部技術導入活動の経験から、当社の中でオープンイノベーションというのを推進したいなと個人的に、思ってやっております。自己紹介は以上です。それでは、本題の発表させていただきます。タイトルは細胞増殖効率を向上する機能性足場材、でございます。まずはじめに簡単に会社の概要をご説明いたします。東総は1935年に創業しまして、すいません、今年で89年になります。従業員1万4266名からなる総合化学メーカーでございます。東総には3つの事業分野がございます。それぞれ、機能商品分野、クロールアルカリ分野、石油化学分野でございます。その中でも、機能商品分野は、有機化成品、バイオサイエンス、高機能材料の3つの事業からなっており、中でも、バイオサイエンス事業、こちらは分析カラムや、分離生成剤、臨床検査システムなどを製造販売しております。バイオサイエンス事業の製品を少し詳しくご紹介します。計測分離生成剤分野においては、HPLC カラムや、分離生成剤、こちらクロマト剤でして、プロテイン A アフィニティ樹脂やイオン交換樹脂などでございます。バイオ医薬品製造に、使っていただいております。そしてこちらエコセックというブランド名の GPC システムなどを製造販売しております。一方の診断分野では、体外診断装置と、試薬を販売しておりまして、AIA ブランドで、ブランド名で全自動イムノアッセイ装置と AIA パックという、試薬テストカップ、そして自動の遺伝子検査装置 TRC レディ、というものを製造販売しております。私が所属していますライフサイエンス研究所、こちらは神奈川県の綾瀬市に、所在しまして、医薬品の、製造用の新規材料や体外診断検査技術の開発を行っております。続いて、今回のお話の背景をご説明させていただきます。バイオ医薬品の製造プロセスについてでございます。バイオ医薬品の製造における細胞培養ということですが、細胞の使われ方は大きく2種類に分けられまして、1つ目が細胞に医薬品原体を作らせる。こちらはワクチン原体ウイルスや抗体などタンパク質の生産に用いられます。一方、2つ目が細胞自体を医薬品とすることでして、こちらは再生医療や細胞医薬品の生産に用いられて
おり、声が聞こまえしなくて、なっ多てくる。の細あ、は胞はい、大丈夫です。接着培養で増殖します。こちらに使用される機材には、こちらの写真のように、平面、といいますか、2D の接着面を持った培養機材が使われます。2つ目は浮遊培養でございまして、血球系の細胞、あるいは接着細胞から浮遊細胞へと循環。変わった細胞が浮遊培養されます。使用される機材は、こちらの小規模のシェイカーフラスコや、大規模になりますと、攪拌機機能付きの、タンク型のバイオリアクターなどがございます。次に、バイオ医薬品の製造に必要な細胞数について、お話しします。まず、基本的には大量の細胞が必要になります。例えば、こちらの表の、こちら、間葉系幹細胞、MSC からなる医薬品においては、タカ MSC、ドナー MSC のことですが、こちらを用いますが、1回の製造ロットで、10の10乗個、つまり100億個程度が必要になると言われています。また、不活化ワクチン、原体ウイルス製造では、ベロ細胞や MRC5 細胞といったワクチン原料細胞が用いられ、こちらワクチンの必要量にもよりますが、10の10乗個から12乗個の細胞が必要になってきます。では、今申し上げた大量の細胞を工業的に製造するためには、どのような培養機材を用いるかと申しますと、こちらに書かれたようなものが使われております。まず、左上の多弾フラスコ、こちらサーモ社やコーニング社の製品が有名でございますが、あと、1弾に約 200ml の培地を入れ、それを40段まで重ねて培養することができます。先ほど申し上げた10の10乗個の細胞の個数を達成するには、計算しますと160段のフラスコが必要になってきまして、こちら右側の写真のように、オペレーターの人がここに立って、右側に立っているんですが、お分かりのように結構なサイズになってきます。一方のマイクロキャリア、こちらは直径100から200マイクロメートルの粒子状の培養機材です。この粒子を、たくさんですね、含んだ培地を、こちら右側にちょっと見にくいんですけれども、20リットルから30リットルの培養素に、入れて、攪拌培養して、10の10乗個の細胞を達成します。10の10乗個よりもさらに大きい規模、例えば10の12乗個となってきますと、こちらの100倍の大きさの培養素、つまり20リットル、あ、ごめんなさい、2000リットルから3000リットルもの培養、といった報告もなされております。以上、ここまでが背景でございまして、ここから当社の開発品のご紹介を、いたします。私どものコア技術は、温度応答性ポリマーによる、細胞接着剥離の制御技術です。細胞を培養する温度、通常は37度 C 程度ございますが、その状態ではこちらの左の漫画のようにポリマー、このオレンジ色のポリマーが疎水性でこのように縮んだ状態で、ありまして、細胞は細胞外マトリックスを介して培養機材に接着しています。こちらを冷却しますと、ポリマーが親水性に変化しまして、細胞が機材から剥離します。つまり、トリプシンなどのタンパク質分解酵素が不要で、冷却処理で細胞の回収を可能と、細胞の剥離と回収を可能とします。
私たちの温度応答性ポリマーは、3つの異なる性質のドメインからなるポリブロック共重合体と呼ばれる、構造でございます。浸水性、疎水性、温度応答性の、3ドメインからなっており、機材へ塗布することで、固着させます。塗布する際は、疎水性のポリマーの疎水性のドメインがプラスチック機材と疎水性相互作用することで、強固に、結合いたします。私たちの温度応答性ポリマーは様々な機材へのポート、塗布ですね、が可能です。すなわち、こちらの左上の、フラスコやシャーレ、ウェルプレートといった汎用的な培養機材から、半時計回りに、マイクロキャリア、スポンジ、ゲル、微細加工表面、そして繊維や不織布など、へ塗布することが、できます。本日は、これらの中から、汎用的な培養機材である、ディッシュを用いた、プルーフオブコンセプト、原理検証の結果と、あと最近の、当社の中での開発であるマイクロキャリアの開発例をご紹介します。まずこちら、温度応答性ディッシュ、を作る際のポリマーコート方法をご説明します。市販のノントリートプラスチックディッシュにポリマー溶液を滴下しまして、スピンコート法でコート膜を形成、その後十分な乾燥によりポリマーを固着させました。下の画像は AFM の表面解析画像でございまして、こちらにあるようにポリマーコート後では特異な表面構造を形成し、ポリマー膜が形成されているといったことを確認しました。続いて、作成した温度応答性ディッシュの表面物性を確認しました。温度応答性の確認には、接触角測定といった、測定法がよく行われます。今回は気泡を使った接触角測定を行いました。どのような方法かと申しますと、水の中に、開発したディッシュをこう上下ひっくり返して配置しまして、水槽の温度を変化させながら気泡を下から当てて、気泡の接触角シーターの角度を、測りました。なお気泡は疎水的な性質なので、接触角が、大きい、つまり気泡を弾いている状態ですとサンプルが浸水性であり、接触角が小さい、つまり気泡が吸着する状態ですとサンプルは疎水性であると言えます。こちら、上のグラフにありますように、40度と15度とで、開発品の当社の開発品の、接触角が大きな変化が見られ、低温である15度の状態ではより、浸水性に表面がなった、変化したということがわかります。一方の比較品やポリマー、未コートディッシュでは、そのような変化は小さかったです。つまり、細胞が剥離するために表面が浸水性になるという機能が発現しているという、考えられました。続いて温度応答性ディッシュの培養評価を行いました。用いた細胞は細胞医薬品の原料細胞である人骨髄由来の間葉系幹細胞です。まず細胞培養の結果は次のスライド21番で、その後細胞回収の結果を、スライド22と23番でご説明いたしますが、オーバービューとして、下の写真にございますように、温度応答性ディッシュからは、まず培養使っていた温かい培地を除いた後に、あらかじめ冷却しておいた培地を加えて、10分間室温で静置、その後ピペッティングにより細胞を回収することができました。写真では、接着した細胞が培地添加によって剥がれ始め、ピペッティングで
細胞がほぼなくなっていることが、回収されていることが確認できるかと思います。温度応答性ディッシュの培養性能をきちんと測定しました。複数のディッシュを用意しまして、細胞を培養し、1日ごとにトリプシン酵素処理で細胞を回収して、カウントしながら、最長7日間培養を行いました。その結果、通常のコリマーミコートディッシュと同等の細胞増殖性と同等の細胞の生存率、バイアビリティは 95% といった生存率を確認することができました。続いて温度応答性ディッシュの細胞回収性能を検討しました。申し上げているように、弊社の温度応答性培養機材は酵素不要で冷却処理で細胞回収が可能です。4度 C に冷却した、事前に冷却した培地で培地交換し、室温で10分間の静置により細胞が、こちら上の図のように機材から剥がれ、その後のピペッティングで、細胞回収率 98% と高い回収率で回収できました。なお、開発品の温度応答性ディッシュはピペッティング以外にも、浸透などの機械的操作で細胞回収が、可能であり、培養の自動化や大型化に適していると言えます。続いて、冷却処理により回収した細胞の性状を、調べました。CD29 というタンパク質は、肝陽系肝細胞 MSC のマーカータンパク質の一つで、細胞と機材間の接着性に関与するインテグリン複合体の酵素、ごめんなさい、インテグリン複合体の要素タンパク質でございます。左のグラフのように、右側のミコートディッシュからトリプシン酵素処理で回収した細胞、に比べると、温度応答性ディッシュで、ディッシュから冷却処理で回収した細胞、の方が CD29 の量が多い結果でございまして、こちらはトリプシン処理により CD29 が分解して減少したのだろうと考えております。一般的にこのような CD29 タンパク質をきちんと保持している細胞は、携帯時に細胞の植え継ぎの時に速やかに培養機材に接着できますので、通常の酵素処理で、細胞培養、植え継ぎ処理、携帯処理、した場合と比較して細胞増殖性が向上し、より多くの細胞を、得ることが、短時間で得ることが可能であると考えられます。こちら右側の結果は、細胞内のティッシュファクター活性というものを測定しました。ティッシュファクターは血液凝固カスケードの開始因子でございまして、この値が高いと MSC を患者さんに投与する際に問題となりますが、冷却処理で回収した細胞は、トリプシン処理で回収した細胞と比べてティッシュファクターが低い結果となり、まとめますと、冷却処理で回収した、この肝陽系肝細胞は良好な状態を保っていると言えると判断しました。ここで、工程省力化による価値提供についてお話しいたします。冷却処理で、の細胞回収は、細胞回収時の工程数が、こちらの4工程、8工程っていう4工程の方で、少なくて済むアドバンテージがございます。弊社開発品では、培地の除去、冷却、培地の添加、その後の室温静置、といった4工程で、下の酵素処理の8工程の約半分で細胞回収ができます。で、ここまではディッシュによるプルーフオブコンセプトでした。ここからは大容量向けの温度応答性培養機材についてご説明します。温度応答性マイクロキャリアのご紹介です。温度応答性ポリマー、こちらの漫画のポリマーをプラスチック粒子に塗布しまして、温度応答性マイクロキャリアを作成しました。
目指したコンセプトは、1番、大量培養の実現、2番、酵素不要な細胞回収、3番、拡大培養の省力化です。温度応答性マイクロキャリアの性能をご紹介します。こちらでも先ほどと同様、人骨髄由来の肝葉系肝細胞を本マイクロキャリア上で培養しました。こちらの一番左の写真は、細胞が増殖したマイクロキャリアの様子です。この3つのマイクロキャリアのに張り付いて見える布のようなものが細胞です。ちょうどこちら上の漫画のような状態になっていると考えています。ここに4度 C に冷却した EDTA を含む PBS で培地を交換しますと、こちら真ん中の写真のようになります。布状だった細胞が丸くなり、マイクロキャリアの粒子から浮かび上がっているような様子が見えます。こちらをさらに攪拌しますと、一番右の写真のようになりまして、シングルセルとして回収することができました。こちら右側の棒グラフをご覧ください。これは冷却によるマイクロキャリアからの細胞の回収率を図示したものですが、当社の温度応答性マイクロキャリアでは 90% の肝葉系肝細胞を回収されたのに対して、市販のマイクロキャリアでは当然ながら冷却で 10% の回収にとどまりました。このように酵素不使用冷却による細胞回収が達成されております。先ほどのディッシュの時と同様に細胞の増殖性を確認しました。4日間の培養後、温度応答性 MC、市販品の MC、マイクロキャリアですね。こちらとも、両方とも今回は酵素処理で細胞を回収してカウントしました。その結果、細胞の増殖性の細胞の数は両者でほぼ同等でございました。こちらの写真は、細胞の核を染色した像でございまして、マイクロキャリアに細胞がきちんとついている。青い光は核を示しますので、細胞がついているということが、わかります。続いて、肝葉系肝細胞の生存率、回収後の生存率を確認しました。バイアビリティですね。左の冷却処理で回収した細胞と右の酵素処理で回収した細胞とで、バイアビリティに大きな違いはございませんでした。ここまでは温度応答性マイクロキャリアの確認実験として人、肝葉系肝細胞を用いておりましたが、ここからは不活化ワクチン原体製造プロセスへの温度応答性マイクロキャリアを使用したプロセスのご提案をいたします。まず、ウイルスを不活化または弱毒化して製剤化するワクチンの製造プロセスは次のようになっておりまして、まず、原料細胞の凍結ストックから培養を開始しまして、こちら拡大培養という工程で大量の細胞を準備します。続いてウイルスを摂取し、細胞にウイルスをたくさん生産させます。続いてウイルスを含有した培養液のみ回収し、こちらに腸炎心やクロマト生成を行った後に不活化という処理を行い、その後限界ろ過を経て、製剤化します。ここの、赤枠で囲った、こちら、拡大培養という工程では、前述したように10の11兆個から10の12兆個、つまり1000億個から1兆個もの大量の細胞を必要とします。この大量の細胞を培養する工程で、当社の温度応答性マイクロキャリアが進化を発揮します。こちらのグラフは、温度応答性マイクロキャリアでのワクチン原料細胞の培養性能を評価した結果です。
細胞の名前は申し訳ないんですが、ちょっと現時点ではちょっと明かしておりませんが、こちらセル A は、先ほどの肝硬化幹細胞、ワクチン原料細胞ではない、細胞でございます。セルの B から E が、ワクチンの原料細胞の結果でございます。また、それぞれ、温度応答マイクロキャリア丸1、丸2、ポリマー未応答マイクロキャリア丸1、丸2とありますが、この1番と2番の違いは、当社で用いている機材粒子の違いです。2種類の機材粒子で、検討しています。結果なんですが、細胞により増殖率は異なるものの、各細胞ごとに比較しますと、温度応答性 MC マイクロキャリアと、ポリマー未応答、マイクロキャリアとで増殖率は遜色なく、また他社品コンペティターのマイクロキャリア X と Y2 種類、比較実験しておりますが、こちらと比べても遜色のないあるいはより高い増殖率を確認しました。続いて、冷却による回収率を測定しました。細胞の回収率を測定しました。なお、細胞や培養器官で使用したマイクロキャリア粒子は、一つ前のスライドと同じです。縦軸に細胞の回収率ということで、100% に近いほど回収が良いということなんですけれども、こちらも細胞によってですね、剥離性が異なる結果ではあるんですが、特に冷却によって剥離性が高かったのは細胞 A、このブルーの B、そして、この黄色の D という細胞、こちらが、剥離性が高い結果が得られました。なお細胞の E はですね、冷却による剥離性がそれほど高くない結果でございました。この細胞はですね、データはここには示してないんですが、もともと接着が強い細胞でありまして、ポリプシン酵素でも剥がれにくい細胞でございました。なお、この細胞、ごめんなさい、ノンポートマイクロキャリア1の、温度応答性を持たせていないマイクロキャリアでも、この細胞 B、ブルーのラインですが、一定の冷却剥離性を示しました。これは、冷却処理の実験の際にピペッティングをしておりますが、こちらの物理的な力で剥離したのではないかと考えておりまして、接着性が比較的弱い細胞ではこのような現象が起こります。ここで、拡大培養とは、その名の通り、細胞培養スケールをどんどん大きくしていく工程です。まず、50ml 程度の、こちら、フラストで、細胞数を10の8乗程度まで増殖した後は、マイクロキャリアを用いて、2L スケールの、培養から、20L、200L と、大きくして、スケールをどんどん大きくしていくことで、目的の10の11乗個の細胞を得るまで細胞を増やします。ここの途中で2リットルから20リットルの間に拡大培養操作1回目、20リットルから200リットルの間に拡大培養操作2回目、この計2回のマイクロキャリアからマイクロキャリアへの携帯操作で、最初の 2×10 の8乗個から10の11乗個までの約500倍強にまで拡大増殖を目指すわけです。で、そこでワクチン原料細胞を何倍まで増殖できるかというのを確認しました。2回の拡大培養操作を行った結果、累計の増殖率、増殖倍率は目標の500倍はやや下回ったものの、400倍強の結果をこちらの温度とマイクロキャリア丸2で、示すことができ、まあ、9大点では
あるのではないかなと考えております。なお、今回はラボでの検討ですので、30ml のバイオリアクターから同じ容量のバイオリアクターへの一部の細胞の植え継ぎという実験を行いましたが、今後はより大スケールのバイオリアクターでの実験を行う予定でございます。ここでマイクロキャリア間の携帯操作、植え継ぎ操作での価値提供についてちょっと詳しくご説明します。例えば20リットルの培養から200リットルの培養までにマイクロキャリア間、携帯操作を行うことを考えます。こちら上の従来法1番ではプロテアーゼを使った酵素法と呼んでいる方法で、酵素により細胞をマイクロキャリアから剥離した後、フレッシュなマイクロキャリアを添加します。細胞が均等に、この漫画のようにですね、均等に、マイクロキャリアに行き渡りますので、細胞の増殖性は良好です。しかし、大量のプロテアーゼ酵素を添加し、何度も洗浄操作が必要になるため、作業性は良くありません。続いて従来法の2番。こちらは酵素を使わないビーズトゥービーズセルトランスファー法でございます。細胞が不均等にマイクロキャリアに行き渡りますので、増殖性は不良、若干不良でございますが、操作は簡便なため、作業性は良好となります。最後に、我々が提案する新規法3番ということで、温度応答性マイクロキャリアにより可能となる冷却プラスビーズトゥービーズトランスファー法です。こちらの方法では、細胞が均等にマイクロキャリアに行き渡り、かつ酵素不使用のため洗浄操作がいらなくなりますので、作業性が上がると、増殖性と作業性両方とも良好になる方法であると考えております。以上、発表は以上でございまして、まとめさせていただきます。温度応答性マイクロキャリア、こちら開発品でございます。プロテアーゼ不使用の冷却処理により、細胞回収が可能でございます。バイオ医薬品やワクチン製造における、細胞の拡大培養工程において、増殖性と作業性の両者を向上可能でございます。こちらの開発品の評価、ご希望の方いらっしゃいましたら、私までご連絡いただければと思います。私の発表は以上です。最上様、ありがとうございました。上皇の方、ご質問ある方は、チャットにメッセージをいただけるとありがたく存じます。谷先生、すでに藤田先生から、チャットにご質問ありますが、先生の方でお読みになれますでしょうか？ちょっと私の方でね、見えないんですけれども。はい。では、読み上げさせていただきます。はい。コントロール資料のミ・コート・ディッシュとは、組織培養用の、トリーティッド・ディッシュのことでしょうか？また、今回のポリマーでコートした後に、フィブロネクチンなどの細胞接着タンパク質でさらにコートしなくても MSC などの細胞は接着するのでしょうか。以上2点です。ありがとうございます。お願いします。はい。はい。ちょっとそのスライドに、これスライドショーを一回やめるには、これでやめられます。未コート品はですね、細胞培養用のディッシュでございます。ですから、表面をトリートしてあるものでございます。MSC の培養はですね、温度応答性ポリマーを塗布しただけでは、実はちょっと接着が悪くなる傾向がございました。そこで、ポリマーに、ちょっと添加剤、別のものを加えまして、塗布した結果ですね、きちんと接着するようになりました。フィブロネクチンのようなですね、タンパク質系のコート剤は使用しておりません。
藤田先生、よろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。あ、それ、はい、あ、矢田です。引き続き読み上げてよろしいでしょうか。あ、じゃあお願いします。はい、続きまして、コールドショックの影響はないのでしょうか。最上様、聞こえていらっしゃいますか。コールドショックの影響はないのでしょうかという。すいません、聞こえませんでした。もう一度お願いしてよろしいですか。はい、コールドショックの影響はないのでしょうか。はい、ありがとうございます。画面をシェアさせていただいて、すべてを、すべての遺伝子発現等は、残念ながら調べてないんですけれども、CD29 の、まず、量と、あとは、間葉系幹細胞の場合の、MSC の陽性マーカーの発現、等は問題がないことを確認しております。また、回収した間葉系幹細胞の分化能というのを評価しまして、冷却処理で回収した細胞も、骨芽細胞、脂肪細胞、軟骨細胞にそれぞれ問題なく分化することは確認しております。それ以外の影響については、まだ、詳しい調査、なんでしょう、解析が進んでおりません。ありがとうございます。ちょっと一つ飛ばしまして、たくさん来ているんですね。はい。高密度培養した場合、細胞細胞間の接着が残り、細胞が単一にならないようなことはないでしょうか。はい。冷却剥離の際のご質問だと思いますので、うん、そうですね。おっしゃるように、ポリマーのその細胞剥離のメカニズムが、細胞外マトリックスと同時にこう剥がすので、くっつ、細胞同士が接着した状態で剥がれやすくなります。そこで、シングルセルで回収した場、した回収を望む場合はですね、EDTA を含んだ PBS で、冷却処理を行うことが必要になる、推奨しております。そうすることで、よりシングルセルに、EDTA の効果でシングルセルになりやすくなります。必ずしもし、あ、ごめんなさい。はい。あ、すいません。はい。あ、大丈夫です。はい。よろしいですか？はい。もう一つ、質問、読み上げてから柿野木先生の方に移ります。細胞外マトリクスは細胞外についたまま剥離されるのでしょうか？そうである場合、細胞のその後の生育には好条件となりますでしょうか？やはりこちらの漫画のように、細胞外マトリクスは、酵素、トリプシン酵素を使った場合と比べましても、保存された状態で細胞を回収されると考えておりますので、その後の細胞をこう別、新しいディッシュに移して培養するとか、そういった際には増殖が早くなる、と考えております。ありがとうございます。すいません。柿野木先生が口頭でご質問をということで、はい、柿野木先生。じゃあ柿野木先生よろしくお願いします。すいません。関西大学の柿野木です。ありがとうございます。コーティングしたポリマーは、温度を低温にしても、剥がれないんでしょうか？はい、ポリマーは、剥がれないように、しております。剥がれてしまうと、いろいろと問題がおりますので、剥がれない設計にしております。ですので、はい、回答としては、剥がれないものを、なんていうか、お出ししたいと。また何かの機会に教えていただきたいんですが、基本浸水化するにもかかわらず剥がれないというのはなかなか至難の技かなと思って、今、不思議に思ってるんですけど、また、詳細また、またの機会に教えてください。あともう一つは、すでに質問も出ていますけれども、温度を通せ、
で剥離させると、結果 ECM っていうのは分解しない状態になるので、細胞が単一にばらけるっていうところにやっぱり少しストレスを与える必要が生じると思ったんですけれども、そういうのは今の目的の用途にはそれほど問題にならないんでしょうか？おっしゃる通り、例えばこちらの絵のように、このようなシングルセルを得るためにはですね、EDTA を含んだ PBS に交換し、さらに、攪拌とかです、こう、物理的な刺激が必要になってきます。そのようなストレスが、問題になる可能性は、ないとは、やはり言い切れないと思います。ちょっとどのような、悪影響があるかというところまではまだ調べられておりません。ありがとうございます。はい。ありがとうございました。まだご質問はあろうかと思いますけれども、ちょうど時間が参りましたので、次の演題に移りたいと思います。私もお聞きしたいこといくつかあるんですけども、またそれは、総合討論の中で、お話しいただければと思います。最上様、ありがとうございました。ありがとうございました。